11月といったら新そばの季節ですね。やっぱり引きたて、打ちたて、茹でたてのそばが食べたいです。ということで、そんな三拍子揃ったそばがいただけるお店、じゃーん、そば聞きにやってきました。それでは早速行ってきます。オープンから早12年、隠れ家的なお店、そば聞き。こだわりのそばをゆっくり味わってもらいたいと、店内も落ち着いた雰囲気になっています。そば聞きではオープン当初から変わらず、そばの作付け面積日本一で質の良い北海道幌加内産のそばの実を使用。風味を損なわないよう、特注の石臼で自家製粉していきます。そばは熱を加えることで味が飛んでしまうんですね。石臼をゆっくり回すことで摩擦熱が起きにくいですし、モーターの熱も加わらないので理想的と言えます。石臼の回転数ですとか、ふるいの速度を変えることで午前粉みたいな白っぽい粉から逆に味の濃いものまで作ってます。そば打ちで使う水は毎日一定の温度に保ち、テンポよくそばを打って仕上げます。そば聞きの看板商品は木こ打ちそば。こちらはつなぎを使わない10割そばで、なんと1日限定10食しか作れないそばなんです。こだわりは殻を剥いたそばの実を引いて、きめの細かいそば粉だけを厳選して使うというもの。全体の 2,3 割しか取れない粉を贅沢に使って売ってありますので。 2,3 割、普通一般的には何割ぐらいを使うのが？6割ぐらいまでって言われてますね。じゃあ半分、それの半分ぐらいしか。そうですね、かなり貴重なものを使って。そうですね、はい。贅沢ですね、それは。まゆみさん、早速いただいちゃってください。さっぱりいただきますね。でもすごくコシがありますね。喉越しと、澱粉質の甘みを味わっていただく。すごい噛むと甘みが出てきます。だいたいこの木こ打ちそばは茹で時間ってどれぐらいなんですか？ 2,3 秒。 2,3 秒？もうさっ、そうです、もう一瞬です、はい、一瞬なんですね、はい。どうしてですか？もう澱粉の色変わりが早いので、もう色が変わってアルファ化をしたら、もうすぐに冷水で締めて提供する。あんまり入れすぎちゃうと味が抜けてしまいますので、その辺もすごい繊細ですね、はい、そうですね。同じそばでも、こちらは殻がついたままのそばの実を粗挽きした田舎そば。小麦粉とそば粉の割合が2:8の2:8そばです。うん、ほんとだ。さっきのよりもそばの香りがすごくしますね。そうですね、うん、喉越しは多少イガイガするんですけれども、味はしっかり。ちょっとさっきのと比べると口当たりが、食感がザラッとするというか。そうですね、田舎風ですね。さっきのと比べてこう茹で時間とか何か変えたりとかするんですか？これはつなぎが入ってますので、茹でるのに今7秒8秒かけて、でまた冷たい水でしっかり締めて提供するといった形ですね。なんか同じお蕎麦なのに全然この香りとか味とかが全然違って面白いですね。そうですね、はい。ランチタイムには小盛りの蕎麦に天丼、惣菜がつくお値打ちの御膳もあります。蕎麦屋の出汁が効いた天丼や真空調理した惣菜など、蕎麦以外のメニューにもこだわりが詰まっています。冬を迎えるこの時期には体の中から温まるかけそばも美味しい季節ですよね。素材にとにかくこだわるそば聞きでは、フランス産のバルバリーシュという鴨を使用。脂身は合鴨の半分以下、独特の臭みがないのが特徴。真空調理することで低温で中までじっくり火が通り、柔らかくジューシーな仕上がりになるんです。歯も柔らかいですね。しかも全然臭みがない。まあ、だしも。鴨の
旨味が出汁にわって出てますね。つみれの団子から旨味が出ますので、はい、そばの汁と合わせて召し上がっていただけるということですね。今からのこの寒い時期だとあったかいそばも食べたくなりますよね。素材から調理方法まで細部にまでこだわるそば利きのそば、年末に向けて年越しそばの販売もしています。そば利きは大府市内追分町1丁目の信号を東に進むと左手にあります。